はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。クソレッキー製造工場へようこそ。さあ本日はですね、どうしてもやりてえコンボがあるんですよ。これ僕 OCG の方でも組んでたことあるんですけども、復刻させてきました。ブルーアイズカオスマックスに、強制転移をぶち込んだ転移カオスマックスっていうやつですね。はい、これクソレッキーすぎてクソレッキーきすぎてマジでやばいんですけど、やりたいコンボ、ご説明していきますね。基本的に儀式していきます。儀式モンスターブルーアイズカオスマックスドラゴンっていうこのモンスターを出していきます。でブルーアイズカオスマックスドラゴンってこれ何をするかっていうと、相手の効果の対象にならず効果打開されないっていう効果ももちろんあるんだけど、貫通ダメージが倍になるっていう最強の効果を持ってるんですよ。ブルーアイズカオスマックスって貫通ダメージが倍になる、まあ、要は守備力がゼロのモンスターをぶん殴ったら勝てるんですよね。4000×2 なんで、はい、だから、守備力ゼロのモンスターを相手に送りつければいいんですよ、簡単に言うと。で送りつけるのに最適なモンスターがいて、ちょっと復帰勢の方はもしかしたらちょっと知らないモンスターかもしれないんですけども、マンジゴット以外にも儀式サポートって結構今現代遊戯王にはいっぱいいて、それがデビルチャルっていうテーマなんですよね。魔人機っていうテーマ、このデビルチャルっていうモンスターたちは結構面白いこと持っていて、例えばキャンドルだったら儀式魔法、手札の儀式魔法1枚を相手に見せるとキャンドールを特殊召喚できますと。でキャンドール以外の儀式、魔人儀モンスター、デビルチャルモンスターをデッキから特殊召喚できますよっていうね、効果なんですよ。でデッキから特殊召喚した時に効果を発動できる、モンスターがデビルチャルで、例えば、タリスマンドラだったらデッキから特殊召喚したら、儀式モンスターを持ってこれます。タリスマンドラだったらね。で、キャンドールだったら儀式魔法を持ってこれる。だから例えば、手札に高等儀式術があると、で、キャンドールもあるという時に、キャンドールの効果で高等儀式を見せて特殊召喚するとデッキからタリスマンドラが出せて、タリスマンドラがデッキから特殊召喚に成功した場合に儀式モンスターを持ってこれるんで、これで、儀式モンスターと儀式魔法が揃うんですよ。だからちょっとうまいことね、儀式モンスターか儀式魔法どっちかその組み合わさってるカードじゃないとダメなんだけど、タリスマンドラとブルーアイズカオスマックスか、キャンドールと高等儀式みたいな組み合わせだったら、もう儀式魔法と儀式モンスターがサーチできるっていう、まあそういうことなんですよね。はい、だからこれを使って、まあ儀式できる素材と儀式できるモンスターと魔法を揃えていくんだけど、こいつよく見てください、守備力ゼロなんですよ。これがねめちゃくちゃカオスマックスと相性良くて、要はこのタリスマンドラとかキャンドールを送りつければいいんですよ。あ、ちなみにデメリット効果あって、デビリチャルってこのカードがモンスターゾーンに存在する限りエクストラデッキからモンスター特殊召喚できないよっていう効果があるんですよ。だからこいつらの効果使うと結構ね、一応入ってんだけど、エクストラ入ってるんだけどこいつらが出せなくなっちゃうから、基本的には合金のコストこいつらは、うん、だからキャンドルか、まあ、タリスマンドラを経由して、儀式魔法儀式モンスター揃えて、でその守備力のゼロのモンスターを強制転移か死のマジックボックスで送りつけます相手に。まあ死のマジックボックスとか強制転移とか、これ送りつけられるカードは何でもいいです。正直支援の患者とかでもいいです。最悪ね、だからマジックボックスじゃなくて支援の患者でも最悪いい。まあ相手のモンスター赤いできるからマジックボックスにしてんだけど、ここ支援の患者でもいい。ほんで、送りつけたゼロのモンスターをカオスマックスでぶん殴って勝ち、これが勝ち筋、これがどうしてもやりてえのよ。だから入ってるっていう、そういうことですね。このカードが6枚も驚異の6枚体制、相手に送りつけるカードをね。で、あとはまあコンボパーツを揃いやすい合金とか、まあ高等儀式、まあ正直高等儀式10枚ぐらい積みたいんだけど、3枚しか入んないんでデッキの中同じカードね。なんでカオスフォームとか、デビルチャルの宿坦とかが入ってるっていう感じですね。まあデビルチャルの宿坦は、一応そのタリスマンドラとかキャンドールを素材にしてカオスマックスとか出せる、儀式魔法なんで一応入ってるんですけど、うん、まあこの辺は弱いですね基本的に。まあ高等儀式を引きましょう基本的には。で高校デッキなんですよこれ。高校で相手のモンスターを背負って送りつけて、でそいつぶん殴って勝つっていう、なんか結構相手のデッキどうでもいいみたいなカードなんで、カードっていうかデッキなんで、なんで、高校用 のカード、まあ、ハーピーの羽根ぼうきとか、ライトニングストームとか、あと、禁じられた一滴みたいなカードが入ってるっていう。ひとしずくは、タリスマンドラとか、まあ、キャンドルとかともすごく相性が良くて、まあ、結構場に残るんで、まあ、こいつをリリースして相手の効果無効にできたりするんでね、まあ、相性がいいかなと思って入ってますと。いったところ、エクストラは正直何でもいい。出さないから、このデッキ。
送りつけてぶん殴るだけ。早速ねクソレッキやっていきましょう。デュエルスタンバイ、自作自演ワンキル。投稿はいただいた。さあお前の命はあと3秒北斗の剣みたいになってきた。北斗の剣みたいになってきた。ちなみにあの皆さん、あの北斗の剣って読んだことあります？あの俺、うちの親父がね、あのすげえ北斗の剣好きで、あの幼少期の頃、あの家に置いてあった漫画北斗の剣だったんですよね。北斗の剣とあの飛んだカップルっていうなんか意味わからん漫画置いてあって、あの俺その漫画読んで育ってきたんで、あの周りの友達と一切話し合わないっていう。はい、巡り合い、あ出た、アットイグニッサーじゃん。これアットイグニッサーなんかさ、何の効果も受けないみたいな、ジ・アライバル・サイバースみたいなやつ出てくるよねいや最近勉強したんよあれ、あのデッキちょやばいよね、あのデッキ。これ強制転移でさ、ジ・アライバル・サイバースパクれるとかいうさ説ある？わからんけど、やばいこと起きてんじゃん。これやばくね、なんか知らんけどすげえやべえ、やばそうなモンスターバンバン爆弾してんだけど大丈夫？ファイヤーフェニックス・アット・イグニッサー誰やねん。わからんわからんもさ、エンドフェイズ、あれえ、アット・イグニッサーってこんな盤面なの？え、なんか何すんのこの人たち。ちょっとテキスト確認いいですか？これ何ですか？これ特段これ何もしなくね。はい、なるほどね、特に何もしないね。はい、特に何もしないですね。特に何もない。これちょ、まんじゅう通るな。マジか、マジこれマジか。じゃあ何でもいいななんか相手チェーン的にこれ裏も増進も握ってないんで、これ分かっちゃうの微妙だよね、このゲームね。ラグでもうちょっとこれ開発工夫していただけると嬉しいなって思ってるんだけど、これディテクト開発めっちゃバレちゃうんだよね、これないことがまあこれお互いにそうなんだけど、でも自分も相手もそうなんだけどさ。でタリスマンドラ出すでしょ。でタリスマンドラ効果発動、特殊召喚に成功した場合儀式モンスター1体を手札に加えることができる。来いブルーアイスカオスマックスドラゴン、ふん。そして手札よりマジックカードを先にこれ、まあいいか。高等儀式術の効果を発動、ブルーアイスホワイトドラゴンの魂を冥界へ送り現れよ、ブルーアイスカオスマックスドラゴン。そして手札よりマジックカードを強制転移を発動、相手のフィード上のモンスター1体と自分のフィード上のモンスター1体をお互いに選びコントロールを入れ替える。お前にこのモンスターあげちゃうあげちゃう、このモンスターあげちゃう。どうタリスマンドラかわいいでしょ、これあげちゃうバトルだ、コントゾーマキシマムバスト、ドゥどうやら理解したな。そうだ、これが遊戯王マスターデュエルだ。さあお相手の方何デッキだ。これなんかあのさ、自分のさアバターとかの数増やしてほしいよね。思わないそれ、なんかあのアバターの数なんか少なすぎ問題みたいなのが発生しまして、まあまだ1ヶ月だからリリースされて、まあまだ少なくてしゃあないかなと思うんだけど、なんかもっと増やしてくれば課金するのにみたいなね。なんかあの自分のあとメイトとかも、まあ、メイトとかもなんかバンバンなんかジェムとかで売ってくれてたら買うのになみたいな話あるよね。どう、俺だったら課金するわ。なんか何使いていいかな。なんかまあこう例えばこういうさデッキあったらさ、ブルーアイズカオスマックスドラゴンをさ使いたいんだよね、メイトに。サイバードラゴンインフィニティっていうのがなんか無効にしてくる来そうな、なんか強そうなやついるから今使ってんだけど、ここねなんかもうちょっとなんか増やしてくれたら嬉しいなっていうふうに思ってる。あとフィールドプレマとそのあれだ、あのデッキのスリーブもうちょっと少ないなと思ってて、まあもうちょっと多かったら嬉しいなと思ってるね。はい、レッドリゾネーター、なるほど、レッドリゾネーターチューナーめっちゃおるやん。これトリプルチューニングか、
ダブルチューニングか。はい、まあ回復はするわな。これで8 9 10 11 12、あ、12できんね。これダブルチューニングかな、トリプルチューニングかな。とりあえずなんかヤバそうなことが起きてるね。レッドデーモンズかっこよ。スカーレットのバトルが出た出た、トリプルチューニングや、やべえ。何すんだっけ、なんか除外すんだよな確か。あー、なるほどね、そういう感じね。あ、オッケーオッケー、了解了解了解。相手の効果で破壊されないし、一旦一度相手モンスターの効果が発動した時、また相手モンスター攻撃宣言時にこのカードおよび相手フィールドのカードを全部除外すると。なるほどなるほどなるほど。いや強いね、非常に強力。これやることマジで、でも強制転移することくらいしかやらないけど大丈夫モンスター出せねえからさ、これ強制転移したったら、これあのタリスマンダラとかキャンドルとかどっちか来てればすげえやばいこと起きたんだけど、ちょっとねないんでね、これね、これ強制転移するしかないんだよね。ここ一発、まあこれチューナー僕墓地にいないんで打点は多分アップしないんだけど、一応攻撃宣言時墓穴か、なるほど墓穴はいいわ。はい、青眼ね、はい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 。ブルーアイズを除外することによって何か起きるのかわかんないけど、ちょっととりあえずちょっと交換しようぜ。そのモンスター強そうだな、ちょっと交換しよう、ね、しねえか交換しねえかちょっとお前のモンスターもらうわこれは攻撃宣言時でも発動できるから、相手攻撃してきたらフィールドのカード全部出せばいいな、除外すればいいな。しかも効果が発動した時もいけるぞ、相手のモンスターの。これは強そうだ。これさ、俺のさフィールドで除外したらさ、あのどこに戻ってくるの、これ相手に戻ってくることとかないよね。え、大丈夫これ、このカードのマルさんのところで除外された場合、次の自分エンドフェイズの発動、除外されているこのカードを特殊召喚する、これどうなるんだろう。はい、誰ですかあなた、あなた誰ですか。アスカトル、やば、主神官アスカトル入ってるんだけど、すげえこのデッキ、なんかレモンでもあるし、あの召喚でもあるみたいな感じ。まあいいや、とりあえずな、あの出すのは別にいいや。アスカトル君は手札デッキからアスカトルを1体を特殊ができる。なるほど、強いじゃん。なるほどね、呼び出してくることができる。これ太陽竜来ます、太陽竜インティ出ます。これ土影竜クイラと太陽竜インティのあのコンボですよね、アスカトルと、あのなんだっけ、あの、アスカトルじゃない方の、スーパイか。これ何すんのこれ、シンクロ召喚、はい、誰、ハチシンクロ、バレルロードサベージドラゴン。今リンクモンスターいなくね、墓地に。それなんでサベージ出した、それリンクモンスターいなくね攻撃宣言時から効果が欲しい、全部除外されるけど、これどうなるんだろう。え、これ次の自分のエンドフェイズってさ、これ俺のエンドフェイズですよね。え、これ相手に戻るっていうことないですよね、まさか。大丈夫ですよね。さあ効果発動するぜ。さあどうする、え、これ待って、え、なんか相手が選んでない、これ待って、相手が選んでない、え、大丈夫これ、ちょっと待って、ちょっと待って、除外されてるこのカード特殊召喚って、これ俺のところに特殊召喚じゃないの、なんかすげえ考えてっけど、まさか、まさか俺のスーパードバが、俺のスーパードバが相手のモンスター、相手のモンスターゾーンに特殊召喚されるなんていうことが、え、これどうなるのこれ、どっち、勝ったー、わ、いや分からん、どういうこと。いや、コンボパーツ暇、あ、リベル来たよし、コンボパーツ結構多いからね、ちょっと決まりにくいよねやっぱりね。あ、合金、お互いに合金か、いいだろう。なんか OCG よりも合金使うの難しいよね。なんでかっていうとさ、エクストラデッキすげえ高いじゃん、 UR が多くて。だからさ、まあ、OCG の方だったらさ、なんか適当になんかカードを、同じやつ買えるじゃん、なんかそのノーマルとかでも、レアリティが。なんかさ、マスターデール UR とかしかないからさ、例えばさ、あ、マシンナーズだ。例えばマシンナーズとかでも、多分レベル10とか多分並ぶと思うんですけど、マシンナーズ。あ、レベル10並ぶんだっけ、マシンナーズって。例えばグスタフマックスとか、ジャガーノートリーベとか、なんかその3枚ずつ採用するの結構むずくない、高いから。だから合金がちょっとね、むずいよねっていう。その OCG よりもそのエクストラのその枚数かさ増し、かさ増しっていうか、UR を3積みとかがかなりしづらくて、それがめんどいなっていうのはあるんだけどね。まあ、まあ一回ちょっと展開したモンスター全部2ビルで吹き飛ばそう。レベル9が2体、クルトユーマ
ップビーフに来たー。もう打っちゃおうかな。もう打っちゃおうかな。打っちゃおう。さあ、原始生命体ニビル。I don't wanna close my eyes。アルマゲドン来た。隕石降ってきた。さあ、まあ、VFD は使っても使わなくても同じですね、これはね。はい。ほい。ドーン。うん、ドーン。よし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 。これで強制転移とかなんか飛行合金でエンドフェーズいいだろう。我のターン。ドロー。合金かぶりすぎなんだよ。ちゃんとシャッフルしてくれ。で、合金発動。強制転移 と、カオスマックス と、キャンドールとか来てくれれば。うわ、弱え。弱え、マジで。マジ弱え。マジ弱えわ。8000。強制転移して、守備600を貫通して、殴れば勝てるけども、ちょっとあの伏せカード怖いな、なんだろうな。伏せカードが怖いな。あ、勝てねえか。これ貫通倍じゃねえか。カオスドラゴンだったわ。貫通倍じゃねえのか。これカオスマックスだったら勝っちゃったな、多分。あの伏せカードわかんねえけど、これじゃあ攻撃しに行くしかないか。じゃあ攻撃しに行こう。ニビルアタッカーとして運用します。ニビルをアタッカーとして運用するぜ。行くぜ、バトルフェイズだぜ。ちょっと反応弱すぎた。行け、カオスドラゴン。カオスドラゴンは攻撃宣言する場合、相手のフィード上のモンスターの攻守を、表示形式を変更し、攻守をゼロにする効果を持っている。うわー、くたばれニビルトークン。そしてニビルでダイレクトアタック。いやー、惜しかったな。これカオスマックスやったら勝ってましたね。強制転移してカオスマックスで貫通ダメージ、緊急ダイヤ。何、勝ってなかった。じゃあ緊急ダイヤは勝ってない。レベル4以下と、なんだっけ、5以上のモンスターをなんか2体出せるっていう効果ですね。はいはい、なるほど。ちょ、めんどくせえな、めんどくせえな。こっちか。はい、ギアフレームいいわ。おい、うん、よし。で、メイン2やることな。やることな。これ強制転移する必要性もあんまねえしな。強いモンスターが欲しかったんごね。あ、でもあれだっけ、知るんだっけ、今日あの緊急ダイヤで特殊化したモンスターって。エンドフェーズに。で、これでエンドフェーズ。はい、あ、知らないんか。なるほどな。効果無効にして出すだけか。まあでも、ひとしずくあるからギリなんとかなるとは思う。ギリギリ。ちょっとハンド弱いんで、次の合金も確定ですね。マシンナーズリフォーメーション。はいはい。手が1枚捨てると敵からマシンナーズモンスター2枚手札に変える。書いてることやば。うららし、うららって言われたら2枚半ですね、これ。うららって言われたら2枚半ですやつね。まあ、入ってないんですけどね、このデッキ。やばいこと起きとるやん。すげえ並ぶやん。もう打点まだ勝ってないですけどね、相手ね。あ、カーネルか。まあでも、カーネルは、効果で、破壊されない最強モンスターいるんで、しかもなんか一しずくあるし、いや多分ね、これなんとかなる。大丈夫、返り討ちしてやるよ。カーネルバトルいいだろ、バトルフェーズいいだろ。カーネルで攻撃、どういうこと。あ、相打ち、なるほどな。戦闘でしか破壊できないからな、このモンスター実質。いいだろ、リミッター解除。リミッター、うわうっそうそ、やばい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 。魔法カード捨てるしかない。強制転移とかいうガチでどうでもいいカードも捨てるしかねえ。ちょっと待って、これマジやばくない、マジやばくない。待って、これ半分にしたところでさ、倍の倍になるんでしょ。待って、本当にちょっと待って、本当にやばい。ちょ、ほんまにやばい。ちょ、捨てたところでこれなんかできるのか。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。頭が追いついてない。頭が追いついてない。ちょっとカーネル君の打点下げるしかないか。カーネル君下げて。カーネル君下げて。で、このなんか、ようわからんマシンナーズおじさんも下げて。メガフォーム下げる。インター解除で。やばい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 。無理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 。勝てるわけねえ。バカじゃねえのか。
かしいって。なんでこのカード3積みできんだよこのゲーム。